おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1827です。はい。今回紹介するのはですね、前回紹介したのがこちら。フィグマの仮面ライダーオニキス。または、まあ日本名といいますかね。仮面ライダー龍騎に登場した時は、仮面ライダー龍が。こちらの方で紹介していきましたけど、今回はですね、年間通してやっております。2019年版のですね、仮面ライダー龍騎、または仮面ライダードラゴンナイト。こちらに登場した仮面ライダー、または、ミラーモンスターですね。こちらの方を紹介している10月編となっております。はい。で、今回紹介するやつはですね、前回のこちら、龍が、またはオニキスですね。これと、まあ、同じ仕様みたいな感じになってるんで、またね、前回同様ざっくりという感じになると思いますけど、今回紹介するやつはこちらです。じゃんと。はい。こちらですね、装着変身 EX ミラーモンスターズ05。こちらの中からドラグブラッカーですね。これを紹介したいと思います。はい。で、こちらもですね、以前、ドラゴンナイト紹介した時と同様にリング状になってますけど、本来この形では入っておりませんので、これをまた伸ばす必要性がありますけど、こちらを紹介したいと思います。で、これ以外にですね、付属品がありますので、とりあえずそちらのものをささっとね、こちらのところにざっと準備してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。ドラグブラッカー本体とドラグシールド、手に持たせるためのグリップパーツですね。そしてこちらドラグセイバーというふうに置いてあります。で、説明書の方がジャンとこうやってありまして、装着変身 EX ミラーモンスターズ05、こちらの中からドラグブラッカーですね。これを紹介したいと思います。で、説明書に関しましては、前回紹介したブランウィング、こちらと同じ説明書になっているので、まあ、セット内容を見ていただくと、ブランウィングの仮面ライダーファム、ベノスネーカーの仮面ライダー王子、ドラグブラッカーの仮面ライダー龍河ということで、この3体はね、何かしら因縁のある、そんな感じのもののセットになってるってね、ちょっと憎い感じですね。はい、一応こんな感じになっております。で、内容物はこうなってて、先ほど言ったものが入ってますよ。ドラグブラッカーに関しましては、ここですね。下のところに載っておりますけど、まあ、腕パーツというかね、ドラグシールドをつけるとこんな感じ、セイバーをつけて、ドラグブラッカーが完成します。ここですね。ドラグブラッカーの手の部分を龍河の肩のところに直接差し込むことによって合体させるっていうかね、こんな感じで保持させるギミックがあると。これに関しましては龍騎の時と同じですっていうか、ドラグレッダーと同じです。で、シールドも同じですね。グリップつけて手に持たせることができるとか、肩のところに直接させるとか、セイバーの持たせ方、可動部分も基本的に一緒というか、色以外はまるっきり一緒になってますんで、可動も同じという感じになっております。なので、基本的な部分は一緒なので、ざっくり紹介していきたいと思います。一応こんな感じでね、リング状になっておりますけど、これを一応互い違いですね。まあ、こうやって動かしてあげると、まっすぐ伸ばすことができると。これも、ドラグレッダーの時にやりましたと。ただ、こんな感じでね、全部互い違いにしてしまいますと、わかりますかね？頭がここにあって、次に腕つく部分が上向いちゃってるんで、このままつけてしまうと、こうなっちゃうわけですね。これじゃおかしいので、ここの部分は下に回さなきゃいけないよと。なのでこういう風に若干ね、曲がるっていうか、ここで曲げなきゃダメですね。まあ、こんな感じで、ここは元々のね、リング状の形から進んだら、ここだけ一回逆関節にしなきゃいけないよと。で、これをここに差し込んであげると、これで手の部分が出来上がると。まあ、これも一緒ですね。で、あとこのままの流れずっといくと、ここが一回ね、ひねらなきゃいけないので、できればここでひねってさらにひねるみたいなね、まあ、こんな感じでいろいろ向きの調整とかをしながら組み合わせていく必要性があると。これもドラグレッダーと一緒となっておりますよと。はい、これもここでざくりと差し込んでいきますよと。で、これをこういう風に前に出したりとかね、位置調整をすると。はい。で、尻尾の部分として、ここのところにドラグセイバーを差し込んであげると、一応グッと奥まで入れてあげれば、これでドラグブラッカーが完成すると。で、あとこちらのね、関節に関しましては位置を調整することによって好みの形にできるしね。あとはこれ自立ちょっとしませんので、魂ステージとかね、それで下からこう支えてあげたりとかしながらうまく飾ってあげる必要性があります。そしてこちらのね、オニキスまたは龍が、まあ装着変身でもいいですけど、そちらとね、組み合わせてあげてファイナルベント再現してあげるっていうのもありだと思いますけどね。一応こんな感じになっております。で、このパーツを取り外してストライクベントにできるというギミックはありませんので、一応頭部としてはここで動かせる、口がね、開閉できますと。ここの部分はこんな感じなので、ストライクベントを再現するためにはこちらね、オニキスについてるやつを使う必要性があるという感じになっております。はい。まあ色合いが違ってね、この辺の模様とかもちょっと違うと思いますけど、
こういう風に見ていただくとかなり違うんじゃないかなっていう、そんな感じのね、印象を受けると思います。はい。ただ、可動とかね、造形はまるっきり一緒です。まあ、この辺にね、新しく一本角が増えてるとかね、色以外に違う部分があっても面白かったかなと思うんですけど、そういう部分がね、ちょっとないので、ちょっと惜しいかなと。一応こちらのね、龍がまたオニキス。こっちに関しましては、顔の部分というかね、これがちょっと違ったりとかしたんで、せめてね、こちらのドラグブラッカーの方も違いがあってもよかったんじゃないかなと思いますかね。一応こんな感じです。もしかしたらこの辺の模様以外にね、実はここの部分がドラグレッターと比べて尖ってるとかね。ただそれは劇中の CG だと思いますけど、商品的にはそのままね、同じになってるんで違いがないのがちょっとね、惜しいかなって感じですけど、まあこんな感じになっております。支えをやめると倒れてしまいますよと。で、シールドに関しましては、こっからも外します。で、外した後に、ここにね、ピンがありますね。ここにブスッと差し込んであげて、あと、この辺の調整をしてあげて、手で持たせてあげると、ドラグシールドにできると。で、装着変身限定ですけど、こちらのピンですね。これを直接、肩のところにある穴のところに刺すことができると。ただ、フィグマの方とは組み合わせができませんので、肩にですね、こういう風にドラグシールドをつける場合は、フィグマの方についているやつを使う必要性がありますけどね。まあ、これを仮につけてしまいますと、ドラグブラッカーの方のね、後ろ足とか前足がなくなってしまいますんで、確実にこっちについてるやつをね、利用してあげた方が両立できるんでね、私はそっちの方がいいと思います。で、ドラグセイバーに関しましても同じですね。今こちらについてるやつですね。これを取ってしまいますと、この尻尾がなくなってしまいますんで、それはやめた方がいいと思います。ちなみにこれは逆でしたね。これどっちも入ってしまうのがちょっとね、気にはなるんでね。一応向きとか確認しながらちゃんと差し込んであげる必要性があったという感じですね。はい。まあ一応、可動としては同じになってるんで、まあ感覚としてはね、一緒に動かすことができますんで、どっちか慣れてしまえば全然問題ないと思います。ただ相変わらず安定してね、今支えてますけど、この状態じゃないと立ちませんので、これがね、やっぱり造形といいますか、構造といいますか、的に惜しかったんで、せめてね、浮かせられる方が良かったかなって感じですね。はい。一応組み合わせると大体こんな感じかなと。これに関しましては毎回言っておりますけど、ライダーとミラーモンスターですね。これがセットになってると、やっぱりグッとね、締まるなって感じがするんでね。やっぱね、フィグマはライダーしか出てなかったのが、一応別売りみたいな感じでね、装着変身 EX としてこういう風にね、ミラーモンスター単品で出ておりますんで、もし今からですね、こちら、買おうかなと思ってる方は、セットで買ってもいいんじゃないかなと。ただ、両方とも古いもんなんで、特に装着変身 EX の方がより古いんでね、入手しようとするとかなり苦労する、または高い可能性がありますんで、あまりおすすめはしないですけど、集めるのは集めるのでありかなと。ただ、より造形がいいね。SH フィギュアーズの方を買った方が私はいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これはこれでいいよっていう方はね、こっちで買ってみるのもありだと思いますけど、これが出てた当時としては、まあ、稼働範囲とかね、造形とかは良かったんで、まあ、これでもいいんじゃないかなって思います。はい。ということで、今回はですね、装着変身 EX ミラーモンスターズ0を、こちらの中からドラグブラッカーですね。こちらの方の稼働範囲とか武器の取り付けとかね、その辺のお話をざっくりお話しさせていただきました。より細かくねお話ししていると思いますけど、以前紹介したドラグレッター、そちらをね参考にしていただければよりわかりやすいかなと思いますんでね、そちらを見ていただければと思います。はい。ということで次回ですね、次回はだいたい5月6月ぐらいから毎月ね頭の方に必ずと言っていいほどやっております、トイガン系のやつをね、またちょっと2個ぐらいやりたいと思います。で、次回紹介するやつは、アンケートを募集した結果購入したものをやりたいと思います。で、その次にやろうとしているものは、1800回の生放送の時に、画面の端っこの方にちょろっとだけ映した。あいつをね、ちょっとやろうと思っておりますんで、何をやるかね、ちょっと楽しみに見ていただければと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。